2016年10月に、スズキとトヨタは両社の協力関係の構築に向けた検討を開始することを決定し、3年後の2019年3月20日、トヨタが持つ強みである電動化技術とスズキが持つ強みである小型車技術を持ち寄り、商品補完を進めることに加え、商品の共同開発や生産領域での協業等に取り組むため、具体的な検討に着手することを公表し、同年8月28日、トヨタとスズキは自動運転分野を含めた新たなフィールドでの協力を進めていくために、両社の長期的な提携関係の構築、推進を目指すべく、資本提携に関する合意書を締結したの。そうだったんだね。スズキから OEM 供給する形で、トヨタがインド及びアフリカ市場向けに展開していったり、それとは対照にトヨタからの OEM 供給で、スズキが欧州向けに SUV やステーションワゴンを展開したり、日本でもトヨタからの OEM 供給でノアをランリとして販売したりするなど、スズキとトヨタとの関係は着実に大きなものとなっていくの。それで一連の騒動とスズキはどういう関係にあるの？実は2023年5月にダイハツやトヨタと共同開発してきた BEV システムを搭載した軽商用 EV 版のプロトタイプを、一般社団法人日本自動車工業会の行う自動車業界のカーボンニュートラル達成に向けた取り組みを紹介する展示イベントで初めて公開されることとなったの。スズキなのにダイハツ社ってやつだよね。そう、スズキとダイハツの小さな車作りのノウハウとトヨタの電動化技術を融合し、軽商用車に適した BEV システムを3社で共同開発する形となり、車両についてはダイハツが生産を行い、スズキ、ダイハツ、トヨタがそれぞれ2023年度内に導入する予定とされたの。企画にあたってはコマーシャルジャパンパートナーシップテクノロジーズ株式会社も参画することで、効率的なラストワンマイル輸送に最適な仕様を追求する形で、一充電あたりの航続距離は200キロ程度も見込んでおり、配送業等のお客様のニーズにしっかりとお答えできる車両を目指して現在開発を進めているとされているの。スズキなら自社開発でもいけたんじゃない？しかし軽商用 EV にはすでに販売されている三菱ミニキャブ EV やホンダからも N 番 E もあることから、それらに対抗するにはわざわざ複数車種で対応するよりも単一車種で複数メーカーで導入する方が効率的。そういうことからもスズキとダイハツ、トヨタの3社で共同での形で軽商用 EV の開発を決めたと思われるの。そうだったんだね。軽バンの使い勝手の良さはそのままに、 EV ならではの静かで力強い走りを実現するだけでなく、非常時には車の電気を外部に供給するなど地域社会へ貢献できるモデルとしてご提案していきたいとされているの。いい感じじゃん。しかしながら、そんな最中に起きたダイハツの認証不正問題、対象車種にハイゼットカーゴなども含まれていることから、当然トヨタピクシスバンやスバルサンバーバンともども販売停止を余儀なくされたの。これじゃ EV 軽商用版どころじゃないよね。当然ベースであるハイゼットカーゴも対象車種に入っている以上、軽商用 EV の販売自体も危うい状況になってしまい、予定していた2023年度中の販売も延期するほどだったの。鈴木からしてみればとんでもないことをやらかしてくれたなって思えるのは間違いないよね。一応ハイゼットカーゴなどに関しては状況次第生産出荷再開されるとは思うけど、軽商用 EV の新たな販売時期に関しては未だにアナウンスがないとのことなの。それでもスズキの自社生産のエブリィには大きな影響がないから、ハイゼットベースの EV が出せないだけでスズキ的にはむしろどうでもいいって感じなんじゃないの？スズキも一応電動化の方向で進めていくとされてはいるものの、少し遅れたとしても大きなダメージはないと考えていると思われるの。大して遅れなければまだ見込みはあるからね。そうね、私の予想では早くても今年の夏ぐらい、遅れても冬ぐらいには来ると思うの。その間にもエブリィが新型になるって話もあるよね。あまりここでは言えないけど、現行型の登場からもうすぐ10年は経つことから、フルモデルチェンジとはいかなくとも何かしらの改良は施されるのではという話が出てきてもおかしくはないよね。どういうのになるか楽しみなのだ。とりあえずスズキとしては、いいエブリィの件以外では被害がないことから、スズキはほぼノーダメージ状態なのは間違いないと思うの。それは間違いないと思うのだ。